ここからは靴石ね。行ってよ。ほら、登りはすごいわ。これいい、歩いたら行くやな。最初の頃、雨降ったらいい。これね、よっちゃらこっちら、800メーターか1キロが書いてあるんで、10分もかから、10分ぐらい行くか思ってね、ずっと歩いたんですよ。ここ上がっただけでもね、疲れとるからね。で、片手にスマホを持ってね、ずっと歩いとんだけど、大変でございました。で、またこれが登りですからね。最初どこ行ったんかな。最初道間違ったんやね。そこのこの看板やな。この看板見て左行ってもだよね。これで左だったらいいけどね。これやっぱいかんな。なんか右行けるやん。左回るとだいぶ遠回りになりますからね。これだったっけ？これじゃないね。これだったかな？記憶ない。お疲れ様です。100メーター。100メーター上がってみましょうかね。そんな石でございます。神の宿る石でございます。あら。橋が朽ち果ててますよ。砂防ダムのこの写真がよう出てましたね。いろんなやつね。今日、まあ、昼やからね。前回夕方来た時はもう暗かったね。こんな部屋あったかね。記憶のことらんがね。100メーターしかないやから。ね、その1分2分で行くんやろうけど。いや、山を見てもらえます。杉林が、いっぱい杉を植わってます。もうちょっと間引かんなんかな。もうちょっとね、間引かんと。もうちょっと間引いた方がいいけどね。杉だろ？杉やね。杉でしょ？杉と思うんだけど、わからんね。杉やろ。いや、ヒノキや。ヒノキもあるね、これ。杉かね、ヒノキかね。これ見たら杉やんね。はい、到着しました。靴内市の由来、ここにも書いてありますわ。これこれ、なんで書いてあるの。飲みで売って、赤い血が流れた。蛇が現れて、
たたりと恐れましたか。そらね、これはその位置ですわ。この石のこと。はい、失礼します。やっぱあれなんかね、古墳の石にね、そう思ってね、切り出しかね、古墳の石かね、これそこから根が出てるかね、大きなね、木の根がね。大明神、明神さん、ほら、綺麗な水流れてます。なんか何本も倒れとる木がね。ああ、綺麗な水流れてるんだけどね、下はね。この鳥居がまた面白い鳥居やけど、これ。鳥居ちゃうかね、これ。ねえ。宮内庁の、ね、両方にこう、みんなは、こういうのが立ってんやけど、鳥居か何ちゅうか知らんけど。さあ、なんか下りましょうか、100メーター。下りは楽でございます。今日の、メインは、棚田やったな。棚田を取ってくれ。棚田に行くまでなんか寄り道が多すぎるね。最初に行けばよかったんやね、棚田にね。歩いてきたんですけどね。あら、これ、危ないね。崩れてます。さっきの水、ここは流れてへんねんけどね。あ、ここな、こっち側が出るのか。はい、そうか。2本回して、これでいけ。はい、ありがとうございました。